京阪森口駅の東口の北側、いわゆるエール森口側の入り口前となります。その東口から道路沿いの方へ出てくると、このようにですね、京阪森口駅周辺の案内図がですね、このマップがあるんですね。しかもですね、このようなモニュメント型になっているのがですね、いいですよね。その京阪森口駅東口の北側の方、L 森口側の方にはこのようにですね、京阪百貨店のポスターが書かれてあって、森口店の方はですね、35周年を迎えたということなんですね。今回は京阪森口駅東口の北側から歩いていきたいと思います。まずは京阪本線を右に見ながら、奥の方に行くと京阪百貨店森口店のですね、そのマークがですね、見えてくるんですけれども、正月町方面へ向かっていくことにします。そこから左の方へと曲がると、桜田通り商店街の方へということになるんですが、まあ、そちらからですね、また左右の方へと曲がってくるということなんですね。そして京阪百貨店の搬入口が見えてくることになります。その信号を一つ越えたところから左の方へと曲がって、桜田通り商店街の方へと入っていくことにします。今度は右の方へと入ってきたんですが、こちらから進んでくると桜田通り商店街の方向に、そして手前の方には枚方信用金庫の森口支店があります。そこから右の方へと曲がって入ってくることになります。ちょうどこの辺りは一戸建ての住宅地がですね、多く並んでいるところなんですが、ここから右の方へと曲がると、三井祈りパークのですね、駐輪場があるんですね。そして、京阪本線の高架が伸びているということで、この道から左の方へと曲がってきます。いわゆる南十字の方へと向かってくるということですね。そうすると南州寺のですね、裏門、いわゆるですね、西門の方が見えてきましたけれども、今ですね、子供たちが遊んでいる様子が伺えますね。ではちょっとここで南州寺の様子を見てみることにしましょう。南州寺の方でしばらくイチョウのですね、絨毯を鑑賞してですね、国道1号線沿いの方へと出てくることになります。矢島の交差点が近づいてきてるんですけれども、その右手の方にマクドナルドがあるんですけれどもね、こちらの方には大塩平八郎ゆかりの書院があります。こちらに関してはですね、別途動画で紹介していますので、こちらの方で参照していただくことにしてですね、国道1号線沿いの方へと入っていきたいと思います。八島の交差点を過ぎて、ここから国道1号線沿いの方を歩いてきます。左手の方には関西未来銀行の森口支店、そして大阪メトロ谷増線の森口駅の出入り口が見えています。そして向かって右側の方には地下鉄森口京阪バスのバス停があって、桃町緑道公園があります。そして左側の方に森口駅の出入り口があります。そしてこの辺りもですね、受験専門の塾、医療機関、そしてパチンコ店がですね、立ち並んでいて、奥の方に行くと森口消防署があります。そしてちょうど地下鉄森口市駅前方面のバス停を今過ぎたところになります。森口警察署前の交差点を過ぎて、左手の方に森口警察署が見えてきます。そしてここはかつて森口市役所があったところですけれども、今はこのようにも解体されてですね、このようにですね、空間が広いようなですね、感じになりました。そして右手の方に向けると森口消防署があります。まあ、昼間の時間帯ですけれども、国道1号線、まあ、朝、夕方にはですね、本当に大変な渋滞になるんですけれども、それにも問わずですね、多くの車が行き交ってますね。ちょうど森口駅の3号出入り口に差し掛かってきます。そしてこちらもですね、中央コミュニティセンター、中央公民館があったところなんですけれども、こちらも今は解体工事が進められているということなんですね。
ちょうどこちらが旧森口市役所前の交差点にある現在の森口警察署西の交差点にあたります。そして旧名は森口市役所前のバス停だった現在の京阪本通りのバス停になります。そのバス停を過ぎると新森口市役所東の交差点に差し掛かることになります。京阪本通りのバス停はこの信号から右に曲がったところにもあるんですけれども、こちらは8号経路あるいは 8B 経路がですね止まる専用のバス停になります。そしてここから左の方へと曲がると森口郵便局の方へと行くことになるんですが、国道1号沿いを南西へ向かっていくことになります。右手こちらの方が今駐車場なんですけれども、こちらの方もですねかつてはですねサツキホールがあったところなんですね。今こうやってですね駐車場の方へと生まれ変わってですね、空間がですね周りの空間が広がったという印象ですね。そして間もなく新森口市役所前の交差点、大阪府立淀川工科高校前の方へ差し掛かることになります。新森口市役所前の交差点を過ぎて左手に森口市役所が見えてきました。旧三洋電機ビルですね。森口市役所を過ぎてここから南下しているんですけれども、ここで右に曲がります。こちらが日吉町2丁目児童公園なんですね。三角形型のですねいわゆるちょっと間違い場所という感じなんですよね。こうやってですね、緑のですね木々がたくさん植えられているところになります。そして森口市役所の西側向かって右側の方ではですね現在森口警察署の新庁舎の建設が進められている段階で、まあ一部の方がですね姿を見せ出したということになりますが、この森口警察署が完成するとこちらもですねまた市役所警察署の中心拠点となりますね。そして右側新警察署のですね庁舎の建設現場の西側がですね公用車森口市の駐車場になるんですが、ちょうど日吉公園の方へ差し掛かることになります。もともとがプールだったこちらが現在広場になっていて、そしてですねこちらですね左側の方になるんですけれども、京阪丘沿いになるんですけれども、コンビ遊具の方があって多くのですね親子連れの方がですね遊んでいらっしゃる様子が伺えますね。日吉公園の周辺から右へ曲がるとベリテ森口早苗町マンションギャラリーが見えてきます。そしてそこを見ながら京阪本通りに交差点の方へ立ち上がることになります。今回はこの信号は渡らず再び国道1号線沿いへ戻るということですね。そして近づくと土井のバス停が見えてきます。森口車庫前交差点すなわち京阪バスの土井のバス停前、そして朝日あったかバスの森口車庫前のバス停もあるんですけれどもね、そちらで今回はフィニッシュになります。向かい側を京都方面側の方には S リード森口ミッドゲートマンションギャラリーですね、モレルルームがあります。あとですね5分ほどするとですね、JR 吹田駅がやってきますので今回はこちらまでということにしたいと思いますが、京阪森口市駅の東口北から南州寺を通って、土井のバス停ですね森口車庫前までやってきたんですが、時間にしてちょっと寄り道もした関係もあって33分32秒、距離にして 1.96キロ、3074個の313キロカロリーということだったんですけれどもね、まあ、南州寺のイチョウ並木がですね、黄色くなっている南州寺のイチョウからですね落ちてきたその南州寺の周辺がですねもう黄色い十三に化していましたので、まあ、それに見惚れてですねこんな時間になってしまったんですけれどもね、まあ、でも2キロ近くあるということでですね、まあ、身近なウォーキングコースであり、そしてこうやってですね土井の方からですね森口車庫前のバス停があって、ここからですね大阪駅前、天満橋、JR 吹田、そして市役所方面といろいろなところからですね行き先があって、本当にこちらがですね森口の最西端にあたるバスのターミナルという印象がありますね。その付近にはですねこうやってマンションも多く建って、こちらからですね利用される方も多くいらっしゃいますね。
今回は京阪守口駅東口北から南州寺を経由して京阪バス土井バス停守口車庫前交差点前までを歩いてきました。